こんにちは、近藤瑞穂です。暑さ寒さも彼岸まで、季節の変わり目を感じる頃となりましたね。そして季節だけでなく、時代も変わり目に入っています。このチャンネルは皆さんが次なる次元へスムーズに移行するサポートを目的として配信しています。人に会うと疲れてしまう人はいらっしゃいませんか？日本人は細やかな気配りができる人が多いので、人間関係でエネルギーを使ってしまう傾向にあると思います。今日はこの気配りや気遣いによって、パワーがすり減ってしまう人のためのお話です。それでは、シリウス中継、スタート。人と会うと疲れてしまう人の最も大きな要因は必要以上に気を使いすぎることだと思います。そのような人は気を使わなくても良いですよと言われてもやっぱり気を使ってしまいますよね。人に対して気を使ってしまう人は癒されていない問題や自分に自信が持てないなどいくつかの要因がありますが、基本的に相手の視点に立てる人であったり、優しい人が多いと思います。人に気を使いすぎる人をエネルギー的に見ると、相手の状態や相手の意識を繊細に感じ取りながら、自分を細かく変化させています。気を使うことは文字通り気、すなわちエネルギーを使うこと。相手に合わせることに意識を使って、相手のために自分がある状態、すなわち自分がない状態に向かいます。自分がない状態、それは自分軸がなくなるということ。関係性は必然的に相手軸で働きます。では、自分軸をキープしながら、関わりが持てるようになるためには、どのようにしたらよいでしょうか？それは単純に自分軸を意識することです。それでは自分軸を強める方法をご紹介します。やり方はとても簡単です。自分の意識を頭の中心に置いて、自分の意識と自分の軸を接続します。自分の軸とはいわゆる背骨です。1番、自分の意識が自分の頭の中心にあることをイメージします。2番、自分の意識と背骨を接続します。この時、背骨に自分のパワーが流れることを意識すると、自分軸がより強くなります。この方法は相手に合わせすぎて疲れてしまった時や、相手と会っている最中でも、相手軸になってきたように感じた時などに行ってみると良い方法です。以上です。以前、地球と宇宙にダイレクトにつながる赤光柱を動画でご紹介していますが、赤光柱こそ実は究極の自分軸になりますので、まだ動画を見ていない方は、ぜひ赤光柱の動画を見て実践していただけると、自分軸をさらに強く育てることができます。日々の習慣が自分のエネルギーを作ります。この方法はいつでもどこでも実践できるので、気づかれしやすくて困っている人は、ぜひに実践してみてくださいね。それでは、シリウス中継を終わります。